私立ガンブレ学園、ガンプラの制作およびガンプラバトルに特化した人材育成を目的とした大規模学園都市計画の一翼を担う学園である。生徒たちは皆ガンプラを愛し、互いに切磋琢磨することでその言語や文化の壁を越え、ガンプラが世界中の人に愛されるようになった今日において、そのガンブレ学園の前に一人の転入生の希望に輝く瞳、あふれる情熱に胸の高まりを抑えきれない。その手から生み出されるガンプラは、ガンプラビルダーの物語が今始まる。君、もしかしてやっぱり覚えてない？小学生の途中まで一緒だったミカ、あの頃よく一緒にガンプラ作ったりバトルしてたよね。懐かしいな。あの時は私の方がお父さんの仕事の都合で、こうしてまた会えて嬉しい。そっか、転入生って君のことだったんだ。確か1個下だから2年生だよね。私は3年生だから。お姉さん、久々に会ったけど期待させてくれそうっていうか、この感じきっとニュータイプよ。人類の新たなる革新。ごめんなさい。ちょうど最近ガンダム X を見直してて、今日も結局その君の冷静なツッコミもね、君みたいに外から来た人がこの学園を、世界を変えていくのかも。意味がわからない？今はそれでいいの。私も負けないように頑張るわ。それじゃあ何か困ったことがあったら相談して。私の方がお姉さんなんだから遠慮せずにね。始まっちゃう。君も職員室に急いだ方がいいんじゃない？またね。あ、そうそう、忘れてた。私立ガンブレ学園へようこそ。私が君のクラスの担任、相田シエよ。これからよろしくね。知っての通り、ここ私立ガンブレ学園は世界でも有数のガンプラバトルに特化した学園なの。組み立てから塗装、改造、仕上げまで、ありとあらゆるガンプラに関する技術が学べるわ。もちろん実践もね。残念ながらいつでも好きにバトルできるというわけではないのだけれど。そうそう、君以前住んでたところではガンプラバトルの大会で優勝したこともあったんでしょ？この学園のレベルも高いわよ。頑張ってガンプラバトルのさらなる高みを目指してね。はい、みんな静か。皆さんお待ちかねの転入生です。自己紹介よろしくね。仲良くしてくださいね。ちなみに彼はガンプラバトルの経験があるさ。マジか、どのぐらい戦えんのかな。この学園に来るぐらいだから結構自信ありって感じ。というわけで、わざわざ普通の教室じゃなくこのバトルルームに集まってもらったということは、ということはミッションでその実力を見せてもらいます。彼のパートナーは、そうね、コーラさん、
わかりました。クラス委員長がパートナーか。いいな。あんた知らないの？委員長バトルになると準備はいいですか？私はいつでも。それでは早速始めましょう。ガンプラバトルの経験があるとはいえ、この念のため基本だし、では次に。攻撃は最大の防御さ。コンテナを破壊しパーツ、それがこのバトル。もう我慢かかってきなさい。戦い方を教えてあげる。クエスト開始。どこから潰そうかしら。もっともっと楽しませて。
していきましょう。このクエストあなたならどう動く？私なら落ちろ！よく味わってちょうだい。クエストクリア。一つずつ潰していきましょう。そこまで。二人とも素晴らしいバトルでしたね。コーラさんも楽しそうでしたし。ビルダーパーツのセッティングが予想通りに機能したからです。それにしても二人とも強かったよね。委員長、ランキングの順位は2年ではトップクラスだよね。転入生も結構上位狙えるんじゃない？僕もバトルしたい。みんなそう言うと思ってました。なので特別に今日は自由にガンプラバトル OK です。もちろん生徒会の許可も下りてますよ。ランキング、おー、俺どのキットで行こうかな。僕の超改造したジオングを見てよ。それなら私のクシャトリアだって負けてないんだから。不思議そうな顔をしていますね。ガンプラバトルのためのこの学園でみんなただバトルができるだけなのにこれだけ盛り上がっている。その理由きっとすぐにわかりますよ。いいかしら。先生からこの学園の案内をしておいてほしいと頼まれたの。このあと時間ある？即断即決即実行。さっきのミッションといい、あなた期待できそう。それじゃ早速行きましょうか。この学園は広いから迷わないように。ファンデルみたいにちゃんとついてきて。ここはさっきも使ったバトルルーム。オンライン端末でガンプラバトルができるわ。ただし今は生徒会の許可がないとこのシステムは使えないことになってるの。本当バカみたい。
行動ね。ここで全校集会をやるの。ガンプラバトルの大会が行われることもあるわ。グラウンドよ。ここは体育の授業で使ったり、運動部が部活で使う場所ね。あと行動では収まりきらない大人数のイベントとかではここを使うこともあるの。まあそんなイベントなんてめったにないけどね。この奥は生徒会室よ。一般の生徒が勝手に入ることは許されない。そういうことになってるわ。生徒会の話はまた後でしましょう。ここでは誰が聞いているかわからないもの。これは第08ガンプラ部の部室ね。この学園にはいくつもガンプラ部があるの。でも確かこの第08部はほとんど幽霊部なんですって。部屋の設備も古いしね。入るなら他の活発な部を進めるわよ。これで大体学園内は案内できたかしら。ん？何か騒がしいわね。なあ？なんか文句あんのかよ。だからそのパーツは僕の。ここに落ちてたもんだろ。それを俺が拾った。お前のだっつ証拠あんのか。無理やりぶつかってきたのはそっちじゃないか。それで僕はパーツを落として。ひでえ言いがかりつけてくれんな。おいお前ら見てたろ。ウィス、そいつがショウゴさんにぶつかってきたっす。一応聞いとくけど、お前ランキング何位だ。951。はあ、クッソ雑魚じゃねえか。ラプラスの盾のショウゴ様なめんなよ。そういえばショウゴさん、今ランキング何位なんすか。うっせえ、てめえらより全然上だっつーの。はい、左遷した。けん、じゃあこのパーツは俺が生徒会に届けておくぜ。あの調子に乗ってるバカは森田翔吾、3年です。生徒会参加のチーム、ラプラスの盾のメンバーです。ガンプラの実力は大したことないんですけど、ああやって群れるからみんな文句が言えなくて。ちょっと待って。気持ちはわかるけど、生徒会関係者に手を出したらこの学園じゃ。やめなさい。無理やり奪ったパーツで、あなたは胸を張って戦えるの？ユイ先輩。なんだ？てめえユイ、調子に乗ってんじゃねえぞこれ。そのセリフ、そっくりそのまま八田の鏡でお返しするわ。暁ガンダムの反射装甲ですね。美しい。てめえ、この俺様がラプラスの盾の一員だって分かって言ってんだろうな。あ？森田君、あなたチームのリーダーでもないのに自分で言ってて悲しくならないの？とにかくその子から奪ったパーツを返しなさい。ジョトレ、そこまで言うなら俺らと勝負だ。ちょうどすぐそこにバトルルームがあるしな。万が一負けたらお前にはスーパーフミナのコスプレで。
リターンズバージョンか、それとも。いいわ。もちろんさ、ルールは G キューブだ。それ以外はみ、あ、 G キューブもちろん。いべ、あいつ汚すぎる。ユイ先輩に味方がいないことを知ってて。ちょっと、さっきも言ったけど相手は生徒会関係者だって。行くのね。分かったわ。私も覚悟を決める。ユイ先輩、私たちが参加します。チームに入れてくだ。え、あなたたち。けっ、そんな即席チームで俺らに勝てっかよ。さあ、ついに始まります。旧生徒会三神楽ユイ率いる鋳造レジスタンスチームと現生徒会参加の実力派チーム。この声はまさか。そうです、私が放送部部長の釈野凛子です。バトルあるところに凛子あり。この場は私が実況を務めさせていただきます。なあ、本当にお前らはどこにでも出没するよな。だいぶしゃあね。じゃあ俺らがこいつらをぶっ倒すところしっかりと放送しやがれ。言われなくともバッチリ動画で全校に配信いたします。さあ、それでは白熱のガンプラバトルにレディーゴー。森田翔吾3年だ。てめえ、ラプラスの盾に歯向かったらただじゃおかねえからな。さあ、行きましょう。あ、待って、君は G キューブのルールし、そうでした。転入、本当はじっくり説明した。 G キューブはさ、あと定期的にクエストが発生。クエストにも種類があって、敵の撃破、コンテナ破壊、隠れたレアな敵やコンテナを探すようなものもありますね。それから報酬のキープができる回収装置、キューブを使ったパーツ回収も重要ね。より多くのパーツを入手し、そのあたりの状況はこっちでもサポート。とにかくこのバトルを制す。この子よ、今戦いの火蓋が切られました。実況は私、釈野凛子で最後までお送りいたしますよ。どうぞ、しないただいて味方の勇気に出撃します。キャッコポン、面白い、ダチやりようぜ。おびえなさい、すみなさい。ガンプラの性能を引き継ぐまま消えていきなさい。プレイヤー4撃破されました。
っしゃボックボコにしてパーツ奪ってやんよ。なかなかのパーツが期待できそうなターゲットです。これは撃破しておきたいですね。クエスト返したぜ。俺が片っ端からクリアしてってやる。ターゲット確認。これを起爆するわ。プレイヤー6撃破されました。チームブルーポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。もっと奪わせてちょうだい。落ちろ。レビアさあプレイヤー4撃破されました。そんな攻撃無駄だな。攻撃ターゲットが指定されました。さあどちらのチームが先に討伐することができるのか。上がってきやがれ。チームブルーポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。やったクエストクリア。いい調子だね。当たれテレビア。いってやりましたねチームブルー。これは大きなポイントです。ちょマジかよ。討伐ターゲットが指定されました。さあどちらのチームが先に討伐することができるのか。さあ行きましょう。この場を支配するのは私たちよ。プレイヤー4撃破されました。チームブルーポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。クリア。いい調子だね。怯えなさい。すくみなさい。ガンプラの性能を生かせぬまま消えていきなさい。 G キューブの醍醐味、キーパーツの奪い合いです。これは目が離せませんよ。かかってきやがれ。チームレッドポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。見たか。俺だってやるときはやるんだぜ。やりましたねチームレッド。これは大きなポイントです。見たか。俺だってやるときはやるんだぜ。プレイヤー5撃破されました。チームブルーキーパーツの回収に成功しました。最高ポイント獲得です。ちゃんと聞いてねえよ。動物ターゲットが指定
チームが先に討伐することができるのか。やってやろう。チームブルーポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。一歩前進だね。さあ次のクエストも片付けちゃおう。見つけた。破壊の時間よ。私は逃げも隠れもしない。さあかかってきなさい。コンテナ破壊のクエストですよ。機体強化にはやはりコンテナですよ。コンテナやってやろう。チームレッドポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。クエスト失敗ですって。次に行くわよ。キャッホホ面白い。ガチでやり合おうぜ。チームブルー勝利です。手に汗握るバトルでした。ふざけんな。こんなの認めねえ。認められないのはあなたの弱い心。勝負はついた。私たちの勝ちよ。約束よ。パーツを返して。キいるかこんなもん。ほらよてめえら、ラプラスの盾に生徒会に歯向かってこのままで済むと思ってんじゃねえぞ。ああ、おいお前ら撤退だ。へい。うう、危なかった。ありがとうね。君とコーライより2年です。好きなガンダムは。結構渋い趣味してるのね。バトル中はなんていうかすごく。実はユイ先輩、私先輩のことずっと応援してました。今まで何もできなかったんですけど。そうだったんだ。ありがとう。嬉しいよ。君も巻き込んじゃってごめんね。いきなりで訳がわからないよね。その辺のこと一度きちんと説明しないとね。ここはちょっと人が集まっちゃったから場所を変えようか。第08ガンプラ部、ここなら誰も来ないと思います。改めまして2年の高麗よりです。 C 組の学級委員で転入生の彼を案内中でした。私は3年 A 組の三神楽ゆい。彼とは小学生まで一緒の学校だったけど途中で私が引っ越してしまったの。そうだったんですか。じゃあ幼馴染ってことですね。ええ、でもごめんなさい、二人を巻き込んでしまって。そんなことないです。私も生徒会の横暴にはもう我慢ができないと思ってました。私みたいな考えの生徒もかなり多いと思います。でも
表立ってそんなことを言ったら潰される。私たち元生徒会役員みたいに、君にはどうしてこの学園が今みたいになってしまったのか、それを説明しないとだよね。もともと私は1年生の時に立候補して生徒会の副会長をやっていたの。その頃の生徒会はみんなこの学園をより良くしよう、もっとガンプラに打ち込めるようにって頑張ってた。でも春休みが明けて私たちが2年生になった頃だった。ある2人が元生徒会役員たちにガンプラバトルを挑んできたの。1人は現副会長の瀬名大輔、そして現生徒会長の椎名優樹。元生徒会役員もみんな強かったわ。実際それぞれが全国大会で活躍できるレベルのガンプラビルダーだった。それなのに二人は圧倒的な力で元生徒会役員を蹂躙したの。それは学園クリーン作戦と呼ばれたわ。元生徒会役員の誰も二人に勝てなかった。もちろん私も。そんな元生徒会役員が生徒たちから支持されるわけもなかった。だから次の生徒会役員選で立候補した彼らを、その時の生徒たちはみんな次世代のカリスマとして支持してしまったの。まるでジオンの亡霊やコスモ貴族主義に熱狂するみたいに。ガンプラバトルで強い者が正義、弱いガンプラビルダーは悪であると。入学してすぐでしたけど覚えてます。私たち当時の1年生も圧倒的な力を目の当たりにして、それでもまさ副会長の瀬名君は、だから残っていた他の生徒会、そして学園内に誰も反抗。そこからは私も分かります。強者こそが正義。その生徒会の方針が、まず去年から学園内ランキングバトルは 3-on-3 の G 級武器。ランキング上位者には学園、それだけならバトルに強い学ランキング上位者にランキング下位の人。こんなのおかしいですよ。そうね、ごめんなさい。私たち元生徒会がもっとしっかりしていれば。でも生徒会役員だった私が負けなければ。え、それって私たちでチームを作る。ゆい先輩、私やります。今までゆい先輩が一人で戦うのを見ているだけでした。でももう嫌なんです。いおりちゃん、だってこの学園は私たちの学園じゃないですか。生徒会だけのものじゃないはずです。それに私には彼が何か新しい力をもたらしてくれる、そんな気がするんです。彼が新しい力を。ごめんね、私でも都合のいいことを言って、私たちと一緒に生徒会。生徒会規定事項6条4項、学園の生徒は生徒会及び生徒会役員への反抗の意思を持つことを許されない。涼子、生徒会に通報があった。お前たちがここで生徒会への反逆を共謀している。生徒会初期の大鳥涼子先輩、先ほどの話にも出た
前の生徒会役員でただ一人現生徒会に残っている人よ。それから生徒会を支持するチームラプラスの盾のリーダーでもある。さっきのチンピラみたいな人たちもラプラスの盾だって言ってました。誰がチンピラだこれ。うわ出た。今度こそぶっ潰してやる。やっぱりチンピラそのものじゃないですか。2年のコウラとお前は転入生か。悪いことは言わない。ユイに手を貸すのはやめておけ。嫌です。彼も私もユイ先輩と一緒に戦うと決めたんです。ヨリちゃん。仕方ない。それでは力でねじ伏せるしかないようだ。行くぜ俺。先ほどバトルが終わったばかりなのにまさかの連戦。ここに再度レジスタンスチームとラプラスの三日倉ユイの前に立ちふさがるはかつての生徒会の。さあこの因縁のバトルの結末やいかに。それではガンプラバトルレディーゴー。私は私の誇りのために戦いたい。大鳥涼子出る。今次回はビクトリーガンダム。佐久野凛子が今日も実況をお届けいたします。かかってきなさい。戦い方を教えてあげる。第三水力の討伐クエスト開始です。さあ、どちらがより多くのターゲットを仕留めることができるのか。このクエスト、君ならどう攻撃する。可能と、おっしゃ、ボコボコにしてパーツ奪ってやんよ。月が見えたわ。次に壊されたいのは誰かになる。ガンプラの性能を生かせるまま消えていきなさい。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。レッド失敗か。次はクリアしてみせる。任せてくれ。さあ腕試しに行こうか。ガーデンの確認。これより破壊するわ。プレイヤー5撃破されました。ポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。マジだよ。なかなかの爆発体できそうなターゲットです。これは撃破しておきたいですね。やってやろう。プレイヤー1撃破されました。よくも。絶対に許さないんだから。チームブルーポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。まだ次のクエストがある。切り替えていくぞ。さあ腕試しに行こうか。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。まだ足りないな。もっと奪わせてちょうだい。なかなかのパーツが期待できそうなターゲットです。これは撃破しておきたいですね。
クエストもどんどん行きましょう。一歩前進だね。さあ次のクエストも2つでちゃおう。さあなリノ、キャッホホ、面白い、ガチでやり合おうぜ。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。まだ次のクエストがある。切り替えていくぞ。プレイヤー5撃破されました。 B キューブの醍醐味、キーパーツの奪い合いです。これは目が離せませんよ。回収クエストね。パーツの準備はできてる？見つけた。破壊の時間よ。やりましたね、チームブルー。これは大きなポイントです。まだ次のクエストがある。切り替えていくぞ。さあ腕試しておこう。私は逃げも隠れもしない。さあ頑張ってください。おっしゃ、ボクボクにしてパーツ奪ってやるよ。キーパーツ入った。素晴らしいプレイです、チームブルー。これは大きく戦況が動きます。もっと奪わせてちょうだい。そこだ、このクリスタリー。勝利の女神はチームブルー。青い流星に微笑みました。くそ、今回はな、急なバトルで準備できてなかったんだよ。次こそはぶっ潰す。かっこ悪いにも程がありますね。リョーコ、あなた今のバトル負けは負けだ。今回はおとなしく引くとしよう。安心しろ、これは正式なバトルではない。あのバカも自分が負けたなどとわざわざ吹聴して歩くことはすまい。涼子。だがこれで終わりではない。お前たちが生徒会に反抗する意思を持つ限り。さて、それと、では失礼する。私たちは試されたのでしょうか。そうね、涼子に一つ借りを作ってしまったみたい。何にしてもこれで私たちが生徒会と敵対するのは明確。ひよりちゃん、大変なのはここからよ。はい、でも。ええ、わかりました。これはわ、くしゃくしゃ。あ、やば、誰。あ、誰っていうか、ここ私の部室で、机の下でガンプラ作ってお昼寝してたんですけど、むしろ。私は桜井まりか、1年です。今の話本当ですか？
生徒会に対抗するとか。ええ、もう逃げない、逃げたくない。今の生徒会は間違ってるもの。私もユイ先輩と同じ気持ちだから、もしあなたが生徒会側の人間でこのことを密告するというのなら。私も今の生徒会嫌です。え、私この学園に来れば好きなガンプラが好きなだけ作れるってそう思ってました。でも実際は全然違ってて、もう限界なんです。マリカちゃん。あのでも私のことなんかより。うん、そうよね。それなら その私にもお手伝いさせてください。と言っても私バトルの方は全然ダメで、でもモデラーとしてガンプラの制作や調整には結構自信あります。それはもちろん大歓迎だけど、いいの？生徒会に歯向かうってことは。はい、覚悟はできてます。そうだ、皆さんのガンプラを見せてもらえませんか？いろいろアドバイスできることあると思います。なるほど。皆さんのガンプラとても素晴らしいです。愛がこもっていて良いパーツ構成だと思います。これなら少しの調整でぐっと良くなりそうです。ただチームで動くことも考えると、インナーフレームは見直した方がいいかもしれません。インナーフレームか。ずっと一人だったから気にしてなかったけど、確かに 3on3 をやるならしっかり調整しないとだね。私もいつも同じものを使っているので見直したいです。あなたはどうなの？詳しいんですね。では少し調整するだけにしておきましょうか。マリカちゃんすごいね。まだ1年生なのにこんなにガンプラの知識と技術を持ってるなんて。ええ、驚きました。私もガンプラ作りには自信がありましたが、まだまだだったようです。ありがとうございます。なんというか、今の状況で言うことではないのですが、もっと強くなれると思うと。それなら今調整したガンプラでバトルしてみませんか？え、でも生徒会の許可なしに勝手にバトルシステムを使うわけには。大丈夫です。この部室、型は古いですがバトルシステムがあって、通信ができないオフラインならバトルできます。本当？すごい！オフラインでもいいわ。ぜひやらせて。わかりました。すぐ準備します。あるのとほとんど変わらないのね。インター
ターフェースはほぼ同じです。オフラインなので機能制限があるのと動作が少し重いですが。バトルシステム08起動。ユーザー名を登録してください。ん？いつもはこんな表示は。なら初期設定のままでいいんじゃない。ユイ先輩って意外と雑な性格してますよね。え？そう？はい、すぐ頭に血が昇るというか直情的ですし、でもそんなとこも魅力的というか。反省します。入力終わりました。デフォルトのまま登録名はサイドゼロになります。サイドゼロか。うん、それならもういっそ私たちのチーム名もサイドゼロでどう？そういうところが雑と言いたいところですが、特に異論はありません。あなたは？なら私たちのチーム名はサイドゼロで。存在しないはずのサイドゼロが生徒会の野望を打ち砕き革命を起こす。うん、熱い展開、燃えます。それじゃ早速バトルしましょう。はい、先輩たちが3人でチーム、私はサポートに回ります。敵は CPU になりますが。決めろ。なんでか
気があるし、大丈夫大丈夫。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。クエストクリア。一つずつ潰していきましょう。このクエストは時間との勝負でもありますよ。さあさあ、通常の3倍のスピードでいきましょう。このクエスト、君ならどう攻略する？私は逃げも隠れもしない。さあ、かかってきなさい。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。次のクエストもどんどん行きましょう。クエスト失敗か。でもまだ次があるし、大丈夫大丈夫。やりましたね、チームブルー。これは大きなポイントです。クエストクリア。一つずつ潰していきましょう。ここでキーパーズの回収クエストです。このポイントを抑えることで試合展開も大きく動いてきますよ。高得点を狙うチャンスね。急ぎましょう。チームレッド、ポイント獲得です。さあ、次のクエストもどんどん行きましょう。ポイントゲット。どんどん上げるぞ。敵発見。倒せ、倒します。プレイヤー3撃破されました。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。クエストクリア。一つずつ潰していきましょう。プレイヤー4撃破されました。今チームブルーの手にキーパーツが渡りました。さあ、回収は間に合うのか。パーツはこちらの手の中よ。取れるものなら取ってみなさい。最終完了ね。素晴らしいプレイです、チームブルー。これは大きく戦場が動きます。少し待った。でもまだ次があるし、大丈夫大丈夫。今のバトルって本当にオフラインの CPU 戦だった？いえ、私には普通の G キューブのように思えました。凛子さんの実況も入っていました。おかしいです。オンラインにつながるはずは。どうしたの？誰
誰かからメールが。まさか。やめてください、ユイ先輩、そういう非科学的な話。これは定型のフレンド申請メールですね。差出人はレココ。さっきのバトルの相手のようです。でもオフラインだったのよね。こうなると分かりません。もしかすると生徒会管理外のサーバに接続していたという可能性も。何分古いシステムなので私も詳しくは。とりあえず考えてもしょうがないか。それならそれでよしってことで、結局バトルできたわけだしね。ユイ先輩ってやっぱりいい性格してますね。それより考えなくちゃいけないのは今後のことよ。ですね。私ね、ずっと考えていたの。どうすればこの学園を元の楽しかったガンブレ学園に戻せるのか。どうすれば今のこの生徒会のやり方をやめさせて誰もがガンプラバトルを楽しめるようになるのか。そのための方法は一つしかない。それは今の生徒会が教えてくれたことよ。まさかユイ先輩。ええ、強いものが正義。それなら私たちが今の生徒会を倒して新しい生徒会を立ち上げる。新しいルールを、ガンプラを楽しむための校則を作る。それが私の作戦よ。名付けて V 作戦はベタすぎますよ先輩。じゃあ星1号作戦。被害甚大です。ああもう。作戦名は後で考えるからよし。それよりリーダーを決めないと。ちなみにリーダーとして登録すると手持ちの端末とこのオンラインバトルシステムがリンク。バトルの予約や専用メールの送受信、フレンドとのボイスチャットも手持ちの端末でできるようになります。これは便利なシステムだよね。それで私はリン。ユイ先輩がそうおっしゃるなら異論はありません。私のガンプラうまく扱ってくれるなら。君ならそう言ってくれると思ってたわ。大変な戦いになるけどよろしくね。それじゃあリーダーは君で決まり。ここから学園を変えていくわよ。